藤間ランドでーす。さあ、ということで本日は年内最後の配信になりますので、なんで笑ってんの？どういうの？いや、私の顔見ながらニヤニヤしてるから、なんで笑ってんのと思って。楽しく YouTube 撮ってたらなんで笑ってんのって言われたんだけど違う、なんかすごい私の顔見てニヤニヤするの。いやいや、今から家族で忘年会をやりますって言おうと思ってニコニコしてたらなんでニヤニヤしてるのって言われた。違う、だってすごい私の目を見てニヤニヤしながらすごい喋るから、どうして。二度とてめえの顔は見ねえてめえって何よね。食べてみよう。いただきますわ。全然思った通り始めらんないということで2021忘年会でございます。こちらなんだ。まあ、去年もこの形で、やりまして、しゃぶしゃぶを食べながら忘年会したんで、今年もしゃぶしゃぶを食べながら忘年会していきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ乾杯しましょう、忘年会ってわかる？1年一生懸命いろいろ頑張りましたね、お疲れ様って言ってご飯食べる。しかも今日収録してる今日チビランドはいいことがあったんでしょ。いいことあったでしょ、今日すごいことしたんでしょ。頑張ったんだよね。頑張ったでしょ。何頑張ったの？クイズ合格。イエーイ、おめでとうございます。あれだ、もう初級を卒業するんです。すごい、進級しました。それも兼ねてお祝いしましょう。はい、乾杯よ。ということで今年一年お疲れ様でした。そしてプール進級おめでとう。乾杯。乾杯。よかったね。ないとか言ってたのに、ね、登録してくれよ。さあ、ということで今日はですね、しゃぶしゃぶですから、こちら牛肉と、北海道産の牛肉、ちょっと美味しそう、霜降りのやつと、あ、400円引きじゃん。はい、1個でこちら、豚ロースで、はい、牛と豚のしゃぶしゃぶをやっていきたいと思います。いつものようにレタしゃぶです。うちはまずはじゃあ牛からいきましょうか、お出汁、白だしと、はい、味ぽんマイルドと、ママだけごまだれも、はい、食べる、うん、ね、最後しかない。あ、そうだ、ごめんなさい、ね、食べる、食べる、今茹でなきゃ食べれない、生では食べられない。ちびらのちゃん、お目目取っていいよ、もう。そう、ご飯食べるって外していいよ。やっほー、顔猫になってますから、もう取ったら顔猫です。ちょっと入れていきましょうかね。あ、もうすぐご飯が炊けるわよ、チビランドちゃん。うん、うわ、美味しそう。あ、ハサミがいるね。ねえ、パパ、これ何だと思う？まず夢ランド何？最初は、最初はポン酢。あ、誰が来た？はい、格安さん、はい、格安さん、私も最初パパが頼んだお酒が届いたよ、これ何だと思う？何それ？あ、メロンだ、分かった、メロン食べてるでしょ。違う、ないもん。何これ、緑の。あ、キュウリの周りだけ食べたんだ。うん、すごい。だってチビランドメロンキュウリは好きだよ。はい、入れてありますので、はい、ありがとう、食べましょう、うん、あれ、チビランドじゃん、肉、チビランド、まず嫁ランド食べていいの、あ、ご飯が炊けたわ。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。うまい。うん、じゃあ、はい、これチビランドちゃんのお肉入れますね、ここに。いらないで、出汁は好きなの。入れて食べるんでしょ。うん、ハサミ入れて食べる。はい、めっちゃおいしい。じゃあパパもいただきます。うん、まっ。こんだけ霜降ってるけど結構肉感あるな。うん、あの赤身のお肉って感じ、うん、しっとりしてて美味しい。 うん、うわ、美味しい。はい、チビランド、あーうわ、
あったかいうちに食べて、今ちょうどいいから。きゅうり後で出ていいから、はい、ご飯持ってきてあげるね。ヨメランドさん、2枚目は、うん、先食べて。え、もう入れちゃったよ、先食べてじゃん。逆に。あ、そうなの、パパのも入れちゃったの。それを言って。あ、そうだ。どっち。これうん、美味しいね。うん、うん、美味しい。お米持ってきてるよね。このネギ細く切ったから、うん、割とすぐ。で、ふりかけも、ふりかけじゃなくて、だしかけた。だしがあるよ。チビランドが大好きなやつ買ってきてよ、パパ。だしって、ママも大好き、これ。あの、山形のだしだよ。だしってだしって、だしだよ。だしって、だし、なんだし、なんだし。チビランドバクバク食べてたじゃん。だって肉みおさんは、肉みおさん、うん、歩く人、人間。何、肉みおさん歩く人。パパ知ってる？誰、肉みおさん、うん、知らないよ、今初めて聞いたもん。ねえ、肉みおさん知ってるよ。肉みおさん、パパ会ったことあるの？あるよ。どこで会った？パパがちっちゃい子で会ったことあるって聞いたよ。誰に聞いたの？パパに。パパちっちゃい頃、肉みおさんに会ったことあるよってチビランドに言ったの。うん、怖いね。何？怖い話？怖い話してるんでしょ、今。うん、そうだよ。そうだよじゃないよ。肉みおさんで、はい、食べてごらん。はい、ヨメランドレタス。スプーンで食べてごらん。レタスです。ネギももういいよね。うん、うん、レタしゃぶって美味しいよね。美味しい、大好き。熱く、うん、ネギもうまい。細く切ってさ、うん、さっと茹でてすぐ食べた方が美味しいよね。なんかこのネギがさ、うん、柔らかかった。甘くするために曲げて作ったネギって感じ。曲がってたでしょ。うん、曲がってた。ヒビランドちゃんも肉ちゃんと食べてくださいよ。ごめんなさい。ヒビランドちゃんも本当にお肉よりお魚の方が好きだから、うん、お肉は食べなさい食べなさい言わないと本当に食べない。本当に私たちの子供かしら。全く牛食べなかったもんね、最初。うん、まだやっと食べる方になった方で、はい、レタスあります。ありがとう。お肉食べなさいって言ったのにキュウリ食べてるし。はい、じゃあ豚いきますか。うん、ヒビランドちゃん食べたくなってるよ。やだ。うん、うん、手つないで食べようよ。こっちの手使うから食べれないよ、うん、ダメ。あ、豚も美味しい、うん、これ食べていい？ダメ、生だからこっち。まあでも今年、年明けて振り返ると、うんうん、まあコロナはずっとね、皆さんもつきまとってたでしょうけど、うん、藤原家的には3月3日、私が鎖骨を折る大ハプニングから上半期スタートして、え、パパだけじゃないよ。そうだよ、そうなの、今言おうと思ったの。下半期はチビランドちゃんがどこ骨折したんだった。嬉しそうにやるな。ニンニンニンじゃないよ。ね、びっくりしたよ、もう元気なのママだけ。そう、それでママだけ骨折ってなくてずるいとか言うんだよ。ずるいよな。ママがどっかの骨折ったらこの家終わるでしょ。終わる、ほんとそれだけはやめて。誰がみんなの世話すんのよ。で、こう影には隠れてるんですけど、パパだよ。影には隠れてますが、奈良じいじも腰の骨折っております。ね、藤原家3人骨折してんことしな。本当にお祓いかないか。うんと、そういう意味ではちょっとね、プライベート、怪我の多い藤原家でしたけど、もう元々パパは多いけどね。しかも左ばっかりね、全部全身怪我して手術するの。なんでだろうね。え、ヘルニアも？
ヘルニアもさ、左とか右とかないか別に。左足が激痛で立てなくなった。あ、そう。そうだよ。どういうこと？あ、そうだ。チビランドちゃんお腹の中だったから知らないわ。パパが腰痛くなっちゃって立てなくなっちゃった時があったの。チビランドちゃんがママのお腹の中にいた時に。パパ立てなくなっちゃった。足が痛くて大変だったのよ、大きいから。でも、なんで今立てんの？手術したの、病院でいっぱい注射打って。そう、すっごい太い注射打ったの。壊れる。こんぐらい？そんぐらい、うん、で、手術っていうやつしたの。何手術って？ビューってナイフで背中のとこ切って直したの。病院さんって意地悪。意地悪でやってんじゃねえ。パパが治してって言って、そうしないと治らなかった、うん、それしないと。そう、歩けなかったんです。パパ痛くてね、うん、だからそんだけ痛いことする手術の日が楽しみで仕方なかった。早く痛くなくなった。今日解放されるっていうね。うまあその昔話はいいんだけど、うん、ざっとさ、うん、冬ラウンドの、うん、今年のスケジュール出てんだわ。あ、はいはい、うん、見せて。これ今あるので、うん、バニラアイス総選挙1月11日から残ってるスケジュールだけど。1月、はい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 、うん、あ、私がすごいなんか全然当てられなかったんですよ、はい、チビランドと海老名サービスエリアデート、はいはいはい、晩酌トーク100均購入、嫁ランド絶賛チャーハン、バター餅を作ろう。わあ、大変だったやつだ。で、これ嫁サックやってほしいみたいな企画でリクエストもらった、はいはい、ご飯のお供と、はいはい、パンのお供、はいはい、そう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 、はいはい、シミラールックだとか、イケア、チラシ寿司、うん、そんな前。そう、唐揚げ逆ドッキリ覚えてる？覚えてる。あれ今年よ、うん、結構前な気しない？前な気するし、うん、なんかね、うん、嫁バイツ3月26日嫁バイツ。ねえ見といて。そんな前。そう、ねえねえ聞いて、うん、エアポッズオンって何？エアポッズオン。どこで覚えたんだろう。だってあの嫁バイツはさ、エアポッズオンって何なの？ママもわかんない。何それ？ねえパパ、エアポッズオンって何？スマホでパウダーオンみたいな。何しろ。何しろ。いいからあなたご飯食べなさい。全然減ってません。嫁バイツは、うん、鎖骨骨折したから生まれた企画だからね。あ、そうだったっけ。うん。あらら、そっか。鎖骨骨折して、うん、嫁ランドもご飯作るの大変だ。うん。どうしようみたいな。うん、そうだったか。うん。ウーバーイーツ持ってきてもらうかみたいになった時に、はいはい、ウーバーイーツは、うん、まあ、配達員の方がいろいろトラブル多いから、うん、我々夫婦的にあんま好きじゃないねみたいな、うん、そう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 話をした時に、うん、まあちゃんとしてる方もいらっしゃるとは思うけど、いらっしゃるけど、もちろんいらっしゃるけど、で、ケンタッキー食べたいな、うん、ってなった時に、うん、じゃあもう嫁はいつ行ってきてよっていう。そうだ、そういうネーミングをつけてくれたけども、うん、走らされたやつね。4月4日入園式コーデ、はいはいはい、いろいろやってるよね。単純にだって週生配信入れて週4だから、うん、月に16本出してるでしょ、うん、でバニランドがすごい忙しいもん。なんかチビランドちゃんがちょっとしっかりしてきて、なんか自分の時間とかちょっとできんのかなとか思ったら、ちょっと時間あると思う、動画を撮影していいみたいなって言うけど、うん、私も嫁ランドチャンネルやろうかなっつって解説してるからね今年。いやそうよ、だってどんだけ藤原ランドに出たって私には1円も入らないんだからさ。言い方悪いな。1円も入らないんだからさ。言い方悪いよ。いつになったらシャネルのカバン買えるのかもうわからないしさ、こうなったらもう自分でチャンネルを作って自分で稼ぐしかないみたいなさ。待て待て、言い方悪いは旦那の不甲斐なさを嘆いとるわ。最悪や。いや、パパのこと別に不甲斐ないとは思ってないよ。ポン酢ちょっと入れてみる？ちゃん食べなさい。まずいものなんか出してないのね、うん、怒るよ、ちゃん食べないと。お菓子全部捨てるからね。
年間だからすごい本数出してきたけど、うん、その数ぐらいお菓子全部捨てるも言うてるよな。言ってる。誰に？チビランドちゃんでしょ？ずっと入ってる。チビランドちゃんだけじゃなくだけじゃなくて、うん、ママとパパが子供の時おやつにいっぱい食べてたから。あのね、パパもね、パパもよく奈良パパに怒られてた。おやついっぱい食べちゃって、晩ご飯食べれなくなって、ものすごい怒られてた。パパは似てるのよ、あなたと主題は。ママは一度も言われたことない。すっごい怒られた。ママは一度も言われたことない。夕方ぐらいにさ、お菓子食べちゃってさ、うん、その時に奈良パパにさ、うん、ね、こんな時間に食べたらご飯食べられなくなるで、ご飯食べられなかったら怒るで言って、うん、言われてて、大丈夫大丈夫言うて、うん、食べてて、うん、晩ご飯の時に箸止まってもって、うん、だから言うてくれないな言うて、パパすごい怒られてた。あんたたちはそっくり、もうお菓子食べさせへん言って、はい、全部捨てるっつってパパはね、ずっと言われてたの。パパもいつも、いつも言われてた。ママは一度も言われたことない。ご飯が大好きだったから。ずるいね、ずるいよ。何ずるいずるいんじゃなくて、ちびらんど、ずるいんじゃなくて、ママすごい、ママ偉いの。それあんまりスナック菓子とか食べた思い出がない。ご飯をちゃんと食べる子が偉い。だずるいんじゃないよ。コラボもたくさんやってて、うん、桑畑理恵さん、はいはいはい、これが最初か今年。いやいやいや違うな、ドッキリしていただいたやつじゃない。ああそうだそうだ、ミラクル先生、うん、ミラクル先生から始まって、うん、はいはい、母の日サプライズで何やった。あれだよ、あのトモトモランドちゃんのママにお花、うん、あと堤下店長、堤、はいはい、下食堂さん、ね、コラボ断るという、コラボ、うん、コラボ断ってみた動画。あ、安倍浩二、高橋愛夫婦、はい、愛ちゃんにはいろいろ来ていただいてね、うん、出雲の国、はい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 、いや結構武田バーベキュー、うん、カジサック、うん、すごいね、うん、3時のヒロインゲストで来てくれてね、うん、お会いしたかった。みかんさん、へえ、嬉しかった、うん、あの後みかんさんとは連絡、ランチ行ってたもんね。そう、ランチも行かせてもらったし、なんかメールもさせてもらったりとか。ヨメランドチャンネルコラボしてくれはるんじゃない。してほしい、速攻手順のやつやりたい。韓流チャンネル語ろうっていうのしたい。あ、いいね、うん、里宏夫婦、うん、そう、解説した時にもおめでとうございますってコメントしてくださって、そうそうそう、濱家も出てもらって。そうだ、濱家さん見てくれたかな、 DVD。 いや、まだな。あんだけ忙しかったらまだじゃん。DVD 帰ってこないからな。ドリアンズ平井夫妻、そうだ、どうしたどうした、メモ入った。そして最後、今年の最後のコラボは先日の新しい刑事さん。そうだ、うん、あ、えらいとこ忘れた、羽まりさん。チビランドちゃん、ずっとあのいただいたプッシュポップ、はい、なんだっけ、プッシュアップ、プッシュポップ、うん、違う、なんだっけ、ポップイット、ポップイット、ポップイットか、プッシュアップ売れたで伏せ。結構すごいでしょ、かなりの本数よね、1年。見せて見せて、思い出深い一作ございます、今年。うん、個人的に一番、あー難しい、コラボじゃない意味で、うん、個人的に一番楽しかったのは、うん、深夜に毛ガニを食う夫婦。あれなんかすごい気に入ってるよね。あれ大好き俺。どうして、わかんない、頭おかしいからかな。頭おかしいなと思って、その自分が思ってるように撮れたから結構、うん、うん、だからそれがなんかすごい良かった。思いついた絵と同じような感じが撮れた。コラボで一番良かったなって思うのは、うん、数字的には当然カジサックコラボがドンとこう数字伸ばしてもらったから感謝はしてるし、すごい頑張ってもらったから感謝もしてるけど、企画的に、コラボ企画的に自分の中で気持ちよかったのは、やっぱ
コラボ断ってみた動画だね。やっぱちょっとおかしいよね。やっぱ他でも見たことないし、うん、今そうだね、うん、確かに。あれが最高だって。嫁ランドはジュラミラクル先生にお会いできたことと、うん、あとはなんか意外と、うん、なんか私の過去にみんな興味を持ってくださり、はい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 、すごいなんか十何万回も、いやもう20万ですよ。え、もう20万回までの、え、プチバズりじゃん、うんうん、なんかそれがもうなんか元でゼロで、はい、確かにね。最強コスパで、最強コスパ、うん、あんだけ爆買いしてもえみたいな時とかもあるじゃないですか。もうあんな費用対効果のいい動画なかなか出ないと思う。そうでしょ。なんかそんなみんな興味持ってくださってありがたいなみたいな。お熱はみんなあるの、超冷たいから大丈夫だよ。確かにあれが一番、あ、一番、一番っていうかびっくりした、びっくりした、うん、ありがたいなって、うん、一番嬉しかったのはもちろんミラクルヒカルさんに会えたのと、みかんさんに会えたこと、うん、ほんまモノマネ好きやもんな。こないだの数日前さ、すごい怒った、もうみかんさんに直接連絡もしちゃったなんかもうすごいことでしたなんかすごい怒りました、私はって言って。特番があってモノマネの、うん、まあ採点があったんですよね、採点のある特番で若干低い数字をつけられる方がやっぱりいるわけで、そう、じゃあてめえやってみろっつってだって基本給当たり前だと思うの、私はもう皆さんプロの方々だって俺が審査員を頼まれることはないけど、頼まれたとしたら、うん、やっぱベース90、そうだよね、うん、それより全部上、うん、でっていうので決める。自分がモノマネ芸人さんだったらね、厳しくやってもいいと思うの、うん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 、できないから。わかるよ、めちゃくちゃ似てたし、めちゃくちゃ面白かった。審査出るたび怒ってたの、お前じゃあやってみろお前やってみろ、もう誰とは言わないけどさ、どうせ大したことないんだきっと、あの、なんかやったってみたいなね、ちょっと誰か分かってるから。1視聴者の感想ですそうそう、ほんとに、あの、誰もう詳しく言っちゃうと誰だか分かっちゃうから、ね、いや、詳しく言うな怒りました、私は本当に。そういう感想が来ることで、みかんさん的にもほら、別にみかんさんだけが点低いとかじゃなくてね、モノマネの人たちへのリスペクトと、はい、ありがとう、そういう声が届くことが、まあ、いいことだと思うよ、うん、なのかな、うん、そして、うん、来年ですけど、うん、来年ですけど、来年ですけど、チビランドちゃんは来年何頑張る？だって今年英会話も始めたじゃん。そう、チビランドちゃんプライベートで忙しいもんね。そう、子供って忙しいよね。ピアノでしょ、水泳でしょ、うん、英会話でしょ、うん、あと幼稚園毎日あるんでしょ、忙しいね。忙しい、忙しくない、忙しいことある。へえー、かわいいこと言う。ママも送迎大変だもんほんとに、ね、読めるのはこれで十分、うん、来年の抱負、抱負というか抱負というか、こういう1年であったらいいなでもいいですよ。そうだね、まあ、嫁ランドチャンネルはまあのんびりのんびりやるとして、うん、まあ、でも欲を言えば週2ぐらいの配信にできたらいいなと思うのと、うん、ちょっとやっぱりインスタとかやった方がいいのかなとか思ったり、うん、できそうだったらやろうかな。なるほど。あとは、まあ、藤原ランドチャンネルは、うん、私が別に決めることじゃないから、はい、流れをね、そう、パパがやってっていうことを、うん、まあ頑張るけど、ちょっともうちょっとなんかああいうカジサックさんの時のさ、あのドッキリみたいなのをやるんだったら、もうちょっとなんか事前に相談してほしいなと思うんだよね。カジサックさんみたいなのをもうちょっとやりたいっていうのかと思った。違うよ違うよ、カジサックさんの時のドッキリなんてさ、もうこういうのやるからみたいにもうなんか決まっちゃっててさ、はい、なんかいきなりなんかやってねみたいな感じだったからさ、相談してたらどうなってたってこと？いや、やりたくないって言ってるよ。言うわけねえだろ。それが分かってたから言ってないんです。それさ、すごいパワハラだと思いません？どういうこと？だってさ、断る権利もなければやりたくないっていう権利もなくさ、うん、
なんかもうさ、おかしいな。やらないって言ったら。パワーではあるけど、腹ではない。どこだ。パワーで押し切ったよ、確かに。なんかさ、絶対やりたくないって言ったらさ、めちゃくちゃ怒ったと思うからさ。いや、人聞き悪っ。で、私がさ、こうさ、気強いのも分かってるからさ、うん、絶対さ、性格的にもさ、できないとは言わないだろうみたいなさ、そういうところは子供の時から刷り込まれてるあれがあるだろうみたいなさ、うん、頼まれた仕事、お、偉い、頼まれた仕事はできませんとは言いませんみたいな、うん、これはもうかなりあるね。普通の嫁じゃねえっていう思っちゃってるとかあるよ。あ、なんかそれ私が喜んで次もやると思ってそんなこと言ってんじゃん、たぶん。どうする次。あ、やだよもう、あんなもうめちゃくちゃ疲れたんだから、やだよ。なんであんなに肘をかけんのよ、私はさ、おまけなんだから。はい。って言うけど、うん、ちょっとアドリブも出してやってたと思うよ。アドリブなんかどうする？こっちから言われた通りに、こっちから今のこのタイミングで言ってくれを待たずして発動してるやつ。いや遅いのよ、だって泳がせすぎなのよ。なんか知んないけど楽しんじゃって。いや現場の空気感と違うわけですから。プロです。もうちょっと現場の空気感悟ってよっていうさ、はい、ことですよ。間が持たないんだから。これでもかけるかな、チキヤンド。うん、それかけるかな。あ、いいよ。やっぱそういうことを言うと、素人は分かんないし気にもしないからね。プロに頼んでよかったですよ。あ、なんかそうやってさ持ち上げてさ、本当にありがとうございます。あ、ムカつく、なんか本当に本当にやだよ。だってカジサックさんがほら芸人さんだから敏感じゃないですか。敏感ですよ、もちろん。そこですよ、問題は。その敏感さも取りたいから。あ、トンボさんだって作家さんだしさ、安谷さんだって元芸人さんだしさ、うん、そ, その彼らが少しなんだってなってる顔も撮りたいわけ、ね、完全に騙してたら面白いんだけど、うんうん、そういうのもあるから、うんうん、そのあのゆるさだったりもするわけですよ、うんうんうん、そこに対して生まれた責任感で自発で言ってくれたことも一つ笑いになってたし、なるほどね、お世話になってますよ、ありがとうございます。どうしよう、トンボ大変。トンボ、どうなっちゃうの。藤原的には、はい、2022はもう本当にこう登録して応援してくださってる方にはもう本当に申し訳ないんだけど、遅くてペースが、うん、必ずや10万人登録を超えてみせますので、あと 1.5 万人ぐらい、どうぞこのまま引き続き応援の方よろしくお願いいたします。必ずやこみます。まずがそれが第一目標、うん、パパは何かしたいことある？こういう人と藤原とないで、うん、こういう人とコラボしたい。あ、ある、何件かいらっしゃる。でも名前出すともう面白くないから。ああ、まあね。と、うん、目標って言ったらおかしいけど、うん、なんか逆転現象にはなるんだけど、うん、フジワランドとしてテレビ出んの面白いかなってちょっと思ってる、うん、あー、はい、うんうん、何なんお前って言われる、うんうん、ライセンスフジワラではなく、そうそう、今日フジワランドなんですって、何それって言われるのとかっていう未来もあってもいいかなって。もちろん基本ライセンスがありながらね、うん、どういう差別感なのそれって。今日はフジワランドですってさ、何のどんな番組だったらフジワランドありなんだ、わかんない。だから例えば食レポするロケとかさ、うん、食べる系のロケでさ、うん、今日のゲストは YouTuber のフジワランドさんですってやって、うん、周りの人たちが、え、ライセンスフジワラでしょ、いや今日ちょっと YouTuber のフジワランドですみたいなんでただただみんなが困るみたいな。ああ、なるほどね。そう何が違うのだみたいな。で、もう藤原って言われても全然見ないから、そっち、うん、ランドつけないの、藤原の佐藤が入ってみるよめんどくさいとか、まあ楽しくじゃあ2022もやっていきましょう、うん、はい、ということで2022年の藤原ランド家、うん、そして嫁ランドチャンネルも何卒よろしくお願いいたします、はい、この辺で今年は
お別れさせていただきたいと思います。はい。本当にたくさん動画見ていただいてありがとうございました。皆さん、良いお年をお迎えください。あ、チャンネル登録言ってくれるじゃん。じゃあ一緒に行こう。今の使わないから一緒にやろう。じゃあちびランドちゃんが代表して良いお年を言ってください。今年はお世話になりました。まずいけど、今年いいお年をなりました。良いお年をお迎えください。よくできました。ごめんね、言いたかったね、ごめんね。最後にチャンネル登録の挨拶もしとく。見てくれる、せーの、チャンネル、せーの、じゃーん。